スムは、ウズベキスタンの通貨。ISO4217 の通貨コードはスムである。旧ソビエト連邦時代、カザフ、キルギス、ウズベク各共和国では、ソ連通貨であったルーブルがスムと呼ばれており、通貨の裏側25の連邦構成国語で書かれた、額面にもそう記載があった。連邦崩壊後に独立した、ウズベキスタンも、その故障を採用した。スムとは、 カザフ語、キルギス語、ウズベク語に限らず、トゥルク系諸言語において、純金を意味する。ソビート連邦の崩壊後も、旧ソ連諸国の多くは、ソビート連邦ルーブルをそのまま使用し続けていたが、1993年7月26日に、ロシアが新ロシアルーブルを発行したのを機に、各国も独自通貨を発行し始めた。1993年11月15日、 ウズベキスタンは新通貨スムを発行し、ルーブルと交換した。1、3、5、10、25、50、100、200、500、1000、5000及び1万スムが発行されたが、これは当初より過渡的なものと考えられていたため、紙幣のデザインはかなり単純化されたものであった。1994年7月1日、2番目のスムが発行され、 一シンスムイコール千九スムのレートで交換された。スムの下に100分の1であるティーンという単位も導入された。ウズベキスタンではソ連からの独立以後、公共物のラテン文字化を進めたが、紙幣は例外的に国民に浸透している旧来のキリル文字が使用されている。ただし2013年に新たに発行された五千、スムサツからラテン文字表記となった。 なお、貨幣は、すでにラテン文字化されている。インフレが進行した結果、2017年現在では、小学紙幣や硬貨はほぼ流通しておらず、100住む以上の紙幣のみが用いられている。また、皇帝レートと闇レートの乖離も激しく、2016年時点で、皇帝レートの1ドル2837住むに、対して、闇レートが1ドル5950住むと倍以上の、 価格差が生じていたが、2017年9月には、工定レートが闇レートと同水準の1ドル8100スムへと92.4%切り下げられている。ありがとうございます。